だ気にしてんのか。ほんと変わんねえな、お前は。悪かったな。もともとこういう性格だ。おう、幸子。お、初井、お前も知り合い？ああ。ああ、お前も羽ヶ崎だもんな。そっかそっか。知り合いっていうか、幼馴染だ。俺が一人暮らし始めるまでは、ご近所さんだったんだ。ああ、こいつ、昔から正義感強くてさ。それが元で喧嘩になって、これまた意固地だから引かねえんだ、こいつが。その度に、俺が出て行って、なんとか場を収めたりして。なあ、辰巳。昔の話だろ。昔ねえ。今も大して変わってねえんじゃねえの？出た、あんまり攻撃。男のおしゃべりよりはマシだ。そりゃ俺のことか？他に誰がいる？ここじゃなんだから、別の場所で話つけようじゃねえか。場所はアナスタシア。新作も出てるらしいしな。どうだ？新作だと？望むところだ。決着をつけてやる。じゃあ、幸子、またな。マジで助かる。サンキュー、辰巳。こんなことに人を巻き込むな。巻き込むなんてお前人聞きの悪い。冷たいなぁ。お前の仕事だろ。まあまあそう言うなって。俺よりお前の運の悪さを呪った方がいいぞ、辰巳。辰巳って呼ぶな。林。お、幸子。優しいね。いやいや、やってる誰かさんとは大違いだ。うるさい。俺がやるからいい。こんな重そうなのお前に運べるわけないだろ。あ、おい、無理すんな。だから言っただろ、重いって。話せ。そろそろ昼休みも終わりだし、教室戻れよ。なんでお前はそんな冷たい言い方しかできないかね。幸子、こいつ照れてるだけだから気にしなくていいぞ。チューリップを運んでる自分が恥ずかしいんだ。似合わないからの。うるさい。さっさと行け。はいはい、辰巳くんはせっかちね。辰巳くんって言うな。はいはい、じゃあな、幸子。じゃあな。マジで助かる。サンキュー、辰巳。こんなことに人を巻き込むな。巻き込むなんてお前人聞きの悪い。冷たいなぁ。お前の仕事だろ。まあまあそう言うなって。俺よりお前の運の悪さを呪った方がいいぞ、辰巳。辰巳って呼ぶな。林。お、幸子。優しいね。いやいや、やってる誰かさんとは大違いだ。うるさい。俺がやるからいい。
重そうなのお前に運べるわけないだろ。そろそろ昼休みも終わりだし教室戻れよ。なんでお前はそんな冷たい言い方しかできないかね。幸子、こいつ照れてるだけだから気にしなくていいぞ。うるさい、さっさと行け。はいはい、克巳君はせっかちね。克巳君って言うな。はいはい、じゃあな幸子。じゃあな。